い、めっちゃ美味しい。はい、皆さんおはようございます。茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はベスパでピクニックに行ってみたいと思います。はい、というわけで今回はベスパでねピクニックに行くわけなんですけど、今日はね一人じゃないんですよ。美人女子ライダーのルリコさんと一緒に遊びに行きます。実は今回初コラボです。そして見てください、このバイクめちゃくちゃ可愛くないですか。このバイクはベスパプリマベーラピクニックというバイクで、カラーはリラックスグリーンです。はい、ちなみにこのバイクにはね、これ前にブランケットがついてたり、後ろにね、カゴがついてるんですよね。特にね、このカゴがめちゃくちゃ可愛い。はい、とまあこんな感じでね、今日はこのベスパプリマベーラピクニックに乗って、ルリコさんとピクニックに行ってみたいと思います。それじゃあ早速行ってみましょう。しがみなの動画。はい、現在時刻は7時35分です。通し道を走行中です。わー！めっちゃ気持ちいい。でね、さっきも言ったと思うんですけど、今回はね、このベスパプリマベーラピクニックをね、お借りすることができたので、このバイクに乗って遊びに行きたいと思います。いやー、このバイクね、めちゃくちゃ可愛い。もう見た目ね、最強ですよね。丸めライトだし、色合いもね、これめちゃくちゃ可愛いんですよね。それでこのベスパをお家からね、乗ってきたわけなんですけど、このバイクめっちゃ軽やか、ススーっと進んでく感じがする。おー、カーブやばーい。うわーやば、めっちゃカーブやん、めっちゃカーブやん。おー楽しい。今日ね、初めて乗ったから全然乗りこなせてはいないんですけど、それでもこのバイクはめっちゃ楽しい。バイクはね、走行性能もね、もちろんね大事だとは思うんですけど、やっぱり見た目が可愛いバイクに乗るって、それだけでテンション上がりますよね。そして、あの、美人女子元ブロガーのルリコさんとね、一緒にピクニックできるっていうのがね、もうドキドキしちゃいますね。うわー、めっちゃ楽しみー。で、そもそも私、女子ツーってしたことあったっけ？初めてかも。それ自体が初めてかも。で、私、学生時代にね、125cc スクーターでバイク通学していたので、スクーター内容してるんですよね。でも、150cc スクーターに乗るのは、まあ、初めてなんですけど、150cc スクーターって面白いんだ。知らなかった。なんかまた新たなバイクの魅力を発見した気がする。もう本当にね、軽やか。スクーターだけどね、カーブも結構楽しい。わー気持ちいい。あったかくなってきた。やばい、ツーリング最高。はい、それではね、のんびりとルリコさんとの待ち合わせスポットに向かいたいと思います。しがみなの動画。ベスパをね、ちょっとね、止めたら、やってきました。かわいい。白鳥かな。あ、白鳥かわいい。しがみなの動画。やばい。今日はね、めっちゃ富士山がね、見える日です。で、今日はね、道の駅勝山っていうところでルリコさんと待ち合わせ予定なので、今ねそこに向かっています。で、今日行くねピクニックスポットなんですけど、そこからもね富士山が見える予定なので、富士山見ながらピクニックするのがね、すっごい楽しみですね。あとね10分ぐらいかな、そのぐらいで到着予定です。この道の駅は初めて行くかもしれない。そしてルリコさんもついてるかな、どうかな。あ、湖が見えてきた。はい、というわけで道の駅勝山に到着です。あ、ルリコさんいるね。隣行こう、隣。しがみなの動画。はい、というわけで道の駅勝山に到着です。そしてルリコさんです。ルリコです。こんにちは。今日は初めてのね、私の初の女子ツーですよ。もうずっと前からね、女子通ね、したいと思っていたので、はい、初めての相手がルリコさんということで、いや、本当、ありがとうございます。ずっとしたいって、そう、してたんで、そうなんですよ。叶いました。じゃあ、これからね、いろいろ寄り道して、ピクニックの場所にね、行こうかなと思います。はい、ちなみにね、今日はルリちゃんとベスパツーリングでーす。
いや今日本当にピクニック日和だね。そう、めちゃめちゃ天気、来るときさ、富士山、うん、富士山すごい見えたよね。え、めっちゃ見えた、うん、え、こんな富士あるってぐらい。そう、晴れ女。いや、私最近雨女で久しぶりの晴れだね。そうね、女子通嬉しいな。そう、私も嬉しい、初の女子通なの、やばい。今から向かう映えスポットは湖&富士みたいな感じかな。みたいだね。あれ、そのカバンもベスパの純正でついてるのかな。あ、これオプションなんだけど、うん、ね、カバンのバッグだからね、うん、高級感があって、うん、確かにめっちゃある。いや、荷物入れられるし、あの外観を崩さない、ベスパにぴったりみたいなカバン、めっちゃ綺麗。ねえ、めっちゃ欲しい、やっぱり走って最高。おー、すごいね、富士山やばすぎる。この辺、この辺かな。はい、というわけでね、映えスポットの長崎公園に到着です。それじゃあね、写真を撮ってもらいたいと思います。富士山すごい綺麗。そう、やばいの、見て見て見て、うわぁ。西日向のパン屋さんです。パン屋さん到着です。そこみたい。そこか、なんかおしゃれだね。ねぇ、かわいい。しがみなの動画。待って、ここ来たことある。ここのトウモロコシ、ここのトウモロコシ来たことあるわ。そう、食べたのトウモロコシ。これなんかカブトムシが売ってるんだ。欲しくて、かわいいなって思って、でなんかその時ちょうどね、クワガタが私が住んでいるところのお家の前に落ちてて、あ、生きてるのね、生きてるから落ちてるってわけじゃないんだけど、いて、で飼い始めて、でそこからなんか好きになっちゃって、かわいいってなって、かわいいな。いや、どう？似合う？ベスパ。めっちゃ似合う？かわいい。いけてるかな？ここでいいのかな？いいのかな？はい、というわけで到着です。おお、やばい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 。お疲れー。しがみなの動画。今日はね、いろいろ詰めてきたんだよ。開けます。うわー、すごい。はい、それじゃあね、ピクニックを開始します。はい、それじゃあサラダ準備します。ピクニックはこんな感じ。サンドイッチ、ドリンク、ポテチ、そしてサラダ。はい、それじゃあね、乾杯。乾杯。うまっ。おいしい。いや、やっ
っぱりね、ピクニックといったらこれだよね。サンドイッチ食べよう。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しそう。やばい、めっちゃ美味しい。いいね、うん、いいね、うん、なんか自然の中でね、食べると一味違うよね。全然違う。ハマりそう。最高だね。いやー最高。やっぱりね、こうやってね、自然の中でね、食べるの最高なんですよね。このパン屋さん、当たりだね。当たり、うん、雰囲気も良かったですね、うん、可愛かった。めっちゃ出るね。うまい。サボタマ職人。職人だ。あ、ごめん。ちょっと落ちちゃう。全然。あ、いいね。いいね。いいね。ちがみなの動画。はい、というわけで牧場の方がこれに乗せてくれるみたいなんで、ルイちゃんと一緒に乗ってきまーす。行くぞー。あちがみなの動画。はい、というわけで今回はベスパに乗ってルリちゃんと一緒にピクニックにね、行ったわけなんですけど、めっちゃ楽しかったです。楽しかったです。そしてね、サンドイッチも美味しかったし、乗せてもらったね、車2台もうめちゃくちゃ楽しかった。叫んだね。1回1回ぐらい笑いました。はい、それじゃあね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。